両性をムビメアマガエル科に分類されるカエル。別名キューバアマガエル。イギリス、キューバ、バハマに自然分布。アメリカ合衆国、イギリス、コスタリカ等に移入。体長4から14センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。体色は褐色、高褐色、灰色等で、個体変異が大きい。頭部の皮膚は頭蓋骨という毛子高質になっている。 指先にある吸盤は大型で、鼓膜の直径よりも大きい。平地から山地の森林等に生息する。夜行性で街灯に集まることもある。食生は動物食で昆虫類、節足動物、小型両生類、小型爬虫類、小型鳥類等を食べる。繁殖形態は卵性で、地消だけでなく塩分に耐性があるのか水域にも卵を産む。 ペットとして飼育されることもあったが、日本にはあまり輸入されていなかった。貨物等に紛れ、カリブ海沿岸やハーエ等に輸入された。大型で適応力が強く、また貪欲なため本種が輸入されたフロリダ州では、在来種であるカエルの個体数が減少し、生態系への影響が懸念されている。日本には輸入、定着していなかったが、2006年に外来生物法により、 特定外来生物に指定された。ありがとうございます。